先生の教え通り、物が選ぶべき道を見抜くのじゃ。それこそが絶望に耐える術。抜ける道か、もしくは深く悪しき夢へ踏み入る道か。奴らを見捨ておって見殺しにしよったら、拙者は図られたのです。もし心得ておれば。義を死ね。Yeah!
アイコはどこだ? 先生、 お許しくださいませ。 アイコもこの地に 不覚にもお守りできず。 お主を責めるつもりはない。 されど死をもって己が義から解かれるものではない。 悪しき影狼は数え切れる者の命を奪い続けるであろう。 道を見つけまする。皆をあのような輩から守らねば、たとえ我が命が尽き果てようとも。お主はいつの日も優れた弟子であった。愛子は我らを許すであろうか。そう願うほかない。行くがよい。最後の試練が待ち構えていよう。 汚らわしき地の深みへ。ここで我は己を知るのじゃ。 Hmph!
一戦抜刀、我はそう説かれ、そう読みを耐えるのじゃ。 何故お主は覚悟のごときことをいたすのか。カゲロウにこれより多くの命を取らせぬため。ではお主の思う女をただ一人、永遠の道を歩ませるのじゃな。そういとげたい思いは大いにある。されど我は義の道を志した身だ。ではお主は誓いを破るのじゃな。
まばゆい幻、欺かれは攻めぞ。 前に進むことができようぞ。 過去に切った者どもの顔をしておる。この者どもは手に入らぬ者にする人だ。流せ、流せ。
怪しき美しさよ。核のごとき浅ましき地にありても。先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。わらわ遊びはしまいじゃ。去る時が来た。ヨミが許すならばじゃ。
いな。早道などありえぬ。仇討ちを望むのであれば、地に食われた木のごとくこの地は崩れゆく。我が失ったものの幻、さらなる欺き、まやかしじゃ。おった、おいくらでしょ。痛烈な痛みだ。我が過ちで皆が多大なる害を被ったは事実。斧が身の身を憐れみよって。目先ばかりの義がお前を囚われの身にするだけじゃ。
しは見飽きた。幻は見飽きた。ヨミこそお主の幻に飽きておる。お主は己の真の姿を受け止めねばならぬ。何者なのじゃ。我らは別れ欠けておる。それゆえに我らはあの輩に二度も敗れたのじゃ。我らは陽炎にとって驚くべきものではなかった。愛がお主を縛り、義がお主を縛り、憎悪がお主を縛る。一つ一つが相反する者同士、和を保つには未だ叶わぬ思いを遂げ、誠にお主を導く者を知ることじゃ。拙者が選ぶは愛子のみ。いかなる時も我が妻と共に。お許しください先生。我が務めは他の者に。読みからは一度のみ回帰が許される。再びこの地に戻るとき、永遠に後となる。行くのじゃ。
我が里、炎は今なお燃え続けておる。我らはまたすぐ共になろうぞ、アイコ。すぐにじゃ。誰かおるのか？他の奴らよりできるぞ。お頭には近づけん。拙者が何を超えてきたか分かるまい。これがお前の最
来たんじゃ。やっと。静かにせ。奴らの仲間かもしれん。こいつら百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。心配ねえ。スサノオの御事以来の極悪人だが、二言のないお方だ。ま、酒だけはたんとある。飲め。道があるに違いない。誰もおらん。
一発じゃ。鍛錬なれば鬼姫も道じゃ。ゲロは滅びる。旅に出ておったようだな。新たな決意に満ちておる。何を学んだつもりか知らぬが、足りぬわ。ただわしはお前をまた撃つだけのこと。アイコのためなら何千回でも死んでやろう。次で終わりよ。お前は全てを失った。我が命は果たした。アイコが待っておる。トアが待っておる。それがお前の読みの深みでの決断か。さぞ苦しんだであろう。己を責めながら我はためらいなどせぬ。ただ奪ったのだ。
太古が我をヨミへと呼んでおる。己は所詮ただの下等の族だ。世に忘れ去られ己の生涯積み上げた欲の果てにもはや何も残っておらぬ。